竹島羽衣も昭和42年2月3日は、日本の国文学者、歌人、作詞家、日本女子大学名誉教授、宮内省を歌書よりうども務めた。本名は、竹島又次郎。滝連太郎の歌曲、花の作詞者として知られる。明治5年、東京府日本橋の木綿問屋に生まれる。東京府人城中学、一校を経て、明治26年に、 東京帝国大学文科大学国文科に入学し、黒川よりもずめ高見らに指示する。大学在学中の明治28年には、大町慶月や塩を有効と共に、帝国文学の創刊に関与して、編集委員となり、死、佐予町や文章などを発表した。佐予町は、高山貯牛から絶賛され、これにより彼の詩人としての名声が高まった。 翌明治29年には、慶月、右皇との教著、微分陰分花もみじを、博文館から出版し、大学派と称された。同年に、東京帝国大学文科大学を卒業した。卒業後は、大学院に進学し、上田和都氏に指示する。明治30年に、東京音楽学校の教員となり、後に、同教授へと進んだ。 尋常小学小歌編集委員を務め、明治33年に、東京音楽学校の助教授であった、滝蓮太郎と共に、小歌花を発表した。また、明治34年には小学校国語教科書、新編国語特本二詩を掲載し、田中穂積がこれに曲をつけて、翌明治35年に小歌美しき天然として発表された。 これらは広く愛称されることとなった。また、大正3年には、戸和田市立沢田小学校の校歌、昭和27年には、練馬区立朝日川家中学校の校歌を作詞している。明治43年から昭和36年の退職まで50年以上にわたり、日本女子大学で教授として、教弁を取り、同時期に、 精神女子大学、実践女子大学でも国文学を講じるなどして、女子教育に尽力した。また、大正大学創立時にも国文学を担当している。このほか東京女子高等師範学校、東京高等師範学校、国学院大学などでも、教授や講師を歴任した。大正11年から昭和21年にかけて、宮内省を追うよりうどに報職した。 昭和42年2月3日、東京都練馬区小竹町の自宅にて死去した。94歳遺没。墓地は東京造史谷霊園にある。折口忍の若くずの花踏みしだかれているを新し、この賛同を生きし人ありを幼稚な歌だと批判し、心なく賛同を生きし人あらむ踏みしだかれぬ白きくず花と添削したことによって、折口の新しいを 新しではなく、相席師と誤解したこと。また、甲子色のクズの花を、白きとした無によって、花壇から失笑された逸話が残されている。同年の11月3日の誕生とする記載も見られる。ありがとうございます。